さあどうする足湯。シュレッド効果サレンダーか。すげえうまい。速攻します。だってすげえ。それはもうユギのキャラじゃなくて、いい足湯だったの。足湯と武藤ユギの絡みだった。かっこいいな。夢のコラボ。くるんーくるじん。いいろ。ナイスファイト。ナイスファイト。これはこれはイケボ。ナイスファイトなのこれ。ナイスファイト。マジで誰が誰かよくわからん。本当。本当よ。誰よ。こんなこと始めたの。申し訳ない。私です。私が全て悪いんです。こんな格好をしてアマンガそうやっていた私が悪いんです。おいおいおい。おい。じんなし。貨物はオイル。ダウンロードが。ダウンロードどこだ？アーカイブか。早めにアーカイブ行こう。線進めればよそうね。あれ青水色ちょぼ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 ちゅわーほかほかほかピンク黄色。何してんのこの人。マジナイスボタン。おお、いいボタン。はい、なんか、なんか、山がなさですね。センターさんが、夏目、センターさんが夏目くんをカツアゲしてるように見えたんですけど、大丈夫ですか。なんか、夏目先生が、本棚、左下の本棚から動かなかったんで、怪しいなと思って閉めてました。自分はチャケポヨさんがめちゃめちゃ怖くて。誰がチャケポヨさん。チャケポヨさん警察で。自分シャワーのタスクやってたんですけど、これ結構ガチの方で。覗かれた。ガチな方で、シャワーのタスクやってて、あのタオル集めてたんですよ。で、チャケポヨさんも自分と全く同じ行動して集めてたんですけど。だけどあのシャワータスクをそのまんませずになんか自分のことずっと追いかけ回してきてたんで、なんで追いかけ回したらダメなんですか。逆に怖い。僕もうタオルのタスクあったんですけど、一緒にタオルのタスクしちゃダメなんですか。確かに最低。シャワーのところにだってタスク差別、シャワーのところにだってタオルあるじゃないですか。夏目先生の方が今日入って真面目に怖かった。これしえな。まあじゃあもうガチ結構本気でガチでって言ってほしかったな。結構本気でってはちょっと青。ミーティングか。タスク効率非常に良い。夏目先生おったからできんかったな。このタスクが。え？できないんだけど、このタスク。わ、終わった。青白水色。はい。お、診察室バイタル上です。おお。バイタル上。バイタル上。これ絞れます。違います。そう、寺沢足馬しゃかりはコミサボ言ってたんで。はい。絞れちゃいますよ。これ。ね。先端さん、夏目先生、チャケポヨさん、僕も無理です。おお、おやさん、チャゲポヨさん、アルマさん、もう無理。がシャワーです。
トイヤメインホールいますよ、今。ちょっと怖いですけど、弁当。あ、でも結構直近まで見合ってる。もう見えない。うん、じゃあ、トーヤ、富士見やろ、ラテ。トーヤさん、メインホールですれ違いましたけど、そうですよね。どこから来ました？トーヤは、貨物脇で先端さんと一緒に湧いてて、はい、あのラウンジアーカイブシャワー通って、普通にメインホール行ってるんですけど、下に行ってました。あ、じゃあ、金庫ですよ、初手。あ、金庫行ってたんだ。そうです、そうです。え、シャワーに先端さん、アルマさん、夏目さん、僕でいた。ましたけど、アルマさんは見てなくて、センターさんとチャゲポヨさんは見てますね。僕アルマさんと夏目さんをシャワーに残して先にメインホールに抜けてったんで、どこで見ました？トウヤさん。でももうルアーすればいいから別に。まあそっか。もうだ、うん、まあ、じゃない。残りがお互い取れてるならルアー飲みます。はい。投票します。藤宮さんはどういう風な経緯でどこにいた？エレクトリカ、確か。脇はメインかエンジンどっちかだと、あ、違う、キッチン脇だ。キッチン脇でエレクトリカルに直行して、あのでレバーの7を下げてから、診察室行ったら引っ張ったんで。うわ、藤宮さんめっちゃ白っぽい。1個前のターン、はいね、めっちゃレバー下げてたからめっちゃ白っぽい。7だけ割ってなかった。7だけ割ってないけどめっちゃ白っぽい。うわ、近くに2票入りますねこれ。いや、藤宮さんストーリーを作るのがお上手で、ほほほほあら1票、あれ1票か。あら、じゃあ藤宮さん黒だ。黒、うん、手のひらの返し方がすごい、すごいな。ぐるっとぐるっとドリルドリル。エンジン、キッチン、アーカイブが残ってんのか。右側全然いなかった。ロラ途中だし、サボタージュなってるのに、アシューさんがエレクトリカルから診察室に向かって走ってました。よくないと思います。わかりました。しかもリアクターなんで。そうですよ。よくないと思います。よくないと思います。よくないと思います。そんな不良。投票しました。やめろ、アシューさんはやめるな。完全に心電図とタスクを交互してました。うわー、かっこいい。ヒーロー。ヒーローじゃないよ、これは。リアクターは向かわなきゃ、容疑者に入っちゃうから。了解です。それで、それで、アシューさん。はい。何もしてないんだぞ、だここ。死んで反省してください。わかりました。うわ、めっちゃ。これさ、スキップ2票とアシューさん2票って誰？あ、自投票、アシューは。スキップしました。自投票、自投票、反省しました。あ、間違えた。シュー。送電系いけるかな。茶色白。怖いよ。怖いこの男。とはエンジンと。アーカイブだけ。アーカイブ。よかった今回も。おお、ナイス。反省のボタン。はい、反省しました。はい。今日の話しときますか。時間があるので。はい。はい。
スキップ入れました。僕もです。投票、藤宮さんに投票してます。藤宮さん投票してます。足湯さんに入れた方は冷静に考えたら、あ、前回のキルクールタイム完全に開けてたのに藤宮さんは殺さなかったから、冷静に考えたら投票すべきではないと思いました。僕はもう決め打ってると思ってました。トウヤさんで同じく、もう普通にキルクールの藤宮さんのボタンだと思ってました。あれも安定はノラなんでそれはわかるんですけどね、うん、っていうか、あれ足湯さんの2票が、あ、藤宮さんが入れたのか。じゃあ藤宮足湯じゃないですかそれもおかしいけどな、はい、1票合わないか。いや僕藤宮さんに入れていて足湯さんに入れた票が足湯さんちょっと、そう、藤宮さんの投票先はないので藤宮さんは足湯さん投票ですね。藤宮さんが足湯さんか、うん、でスキップ2票の藤宮さんが入れた、はい、なるほど。まあ別に不自然は、うんうん、自然ではない。足湯さんインポスターだったら巻きますか、この試合巻いて次いきますか。諦めんなよインポスターだったら、いや、まだこっからでも頑張る。あー、かっこいい、かっこいい、頑張って。カードデッキの上に手を置け、それがサレンダーの合図。うまっ、めっちゃうまい。本間も来た、本物、ドキッとしためっちゃうまい今の。さあ、どうする足湯。デュエルの効果、サレンダーか。すげえうまい。速攻します。ダッシュ。すげえ。それはもうユイのキャラじゃなくて、それはもう足湯だったの。足湯と武藤ユイの絡みだ。かっこいいな。夢のコラボ。やっぱ嬉しいな。ありがとうございます、チャケプロさん。いいぜ。もっとシルバー巻くとかさ。もっと高評価押すとかさ。キッチン来たこのタスクが一番楽しい。どこ、え、もういいや、グッドで初めてパーフェクト一回も見えんかった。グッドでいい。グッドじゃダメなんですか。黄緑。カメラを見ます。そして絶対切る瞬間を見ます。足湯さんか。あれ、ごめんなさい、7秒以上前に黒色が死んでたのをバイタルで見ました。あ、プラス15秒以上前に死んでます。あ、そうなんだ。はい、そうで、見つけようと思って死体を探してました。15秒前以上。マシャカリさんが診察室を離れた頃、俺もバイタルを見て、その後貨物室ラウンジと来ました。アーカイブまで来ましたけど、そこには死体ありませんでした。助かってない方は、はい、はい、チャゲポヨです。終わってないです。3つほど残ってます。夏目先生と夏目です。2つ何かが残っています。覚えてません。マシャカリさんも、マシャカリさんも2つ。ヨルマさん終わってますよね。あ、終わってます。終わってます。おい、遊んでました。アーカイブの左から下に下った人誰ですかね。アーカイブの左から前ぐらい昇降機側に向かった人、向かった、はい、あ、最後ですか。夏目先生か。ラウンジアーカイブ、昇降機ミーティングって感じです。違う、昇降機側からアーカイブ入ってシャワー室の方行った人がいる。スクエアだったのかな。私じゃないです。には行ってないな。昇降機からアーカイブには一回最初には入ったけど、アーカイブからシャワーに行った人が見つらの最後なんだ。え、一発目ですか。俺は最後アーカイブまでだからシャワーには行った。湧いてすぐだったら多分僕だと思います。いや、湧いてすぐじゃないです。いや、最後ら辺だと思う。10秒前、7秒前ぐらい。あ、でも僕アーカイブから昇降機行って、あのポチっていう電気のタスクやってますよ。その後どこ行きました。あ、ポチってやってボタンが鳴ったぐらいです。じゃあ、あれ誰だったんだろう。誰だ。
じゃあ、あれが藤宮さん。あ、これじゃない。あ、でも藤宮さん。藤宮さんはもう死んでる。藤宮さんじゃない。足湯さん。足湯さん。足湯さんだ。え、だったら。前に死んでんでしょ。だから。いや、ごめん。時間微妙だけど、該当者にないんだったら、もっと死んでるもっと前の時の情報かもしれない。20秒とか経ってるかもしれない。ああ。シャワーとかメインとかで死んでるかもしれない。わかんない。わからん。まあ、とりあえず、貨物アーカイブ、貨物ラウンジアーカイブっては移動してますが、死体はないです。貨物で僕は停電を直してます。ああ、そっか。じゃあ、俺が追うような形になってるんだね。多分そうだと思います。タスク、頑張ってください。裏切り者の女の。ありえないっつーのー。もう、の。オタジコンじゃん、行こう。お、ああ、夏目さん死んでる。あ、はい、タスク終わりました。タスク終わりました。同じく、はい、タスク終わった。はい、じゃあ夏目先生だけだ。はい、アドミン情報あります。そうか、はい、ミーティング、チャゲポルさん昇降機、はい、セキュリティ、はい、じゃあテラゾーさんです。キッチンで殺してます。あ、じゃあキッチンね、テラゾーさんと俺、セキュリティの、そのキッチンとセキュリティの扉の間でテラゾーさんと立っちゃったか。テラゾーさんだわ。それだったら、アドミンがガチなら。俺じゃないんだけど。そうなんだ。テラゾーさんですが、タスクでもいいかもしれません。え、待って、どういう情報、キッチンに、どういう、キッチンににってこと、それは。スキップか、テラゾーさんに入れて、スキップの場合、夏目先生がタスクを。最後、マシャカリさんはセキュリティ側からキッチンにの、廊下でしょ、キッチンの扉のところだよね。扉越しに寺蔵さんがいたのは知ってます。扉開けてマシャカリさんと会った。そう、そこでボタンがポンって。あそこってセキュリティつくの？あそこの場所って絵画の場所。廊下はつかない。つかないかな。でも廊下つかないはずですね。ボタン、チャゲ、チャゲプさん押してるか。マシャカリさんあります。俺キルした後のキル場所を一応考えておいて、この時間の間に。あ、いやでも夏目先生しかタスク終わってないんだったら。じゃあスキップでもいいですよ。スキップでいいと思いますけど。やつ終わるかな。ガチあと3個くらい。申し訳ない。タスク全然やってなかった。夏目のせいです。殺してください。あれセキュリティ最後までついちゃったんだけど。そうならよかった。直前までいましたけどね、僕タスクやってたんで。あ、最後離れました。あ、離れました。あ、離れて、あのキッチンに僕行ってます。あ、じゃあ見落としかもしれないです。もしかして席についてたのは間違いない。アルマさんがコクピットにいた感じ。ん、アルマさんがコクピットにいるの僕見てますよ。そうだよね、チャゲさんがコクピット入ってるのは見てる。あ、でチャゲポさんその後多分エンジン武器庫あたりを経由してかな。はい。死んでもいじられるのおもろいな。遊ぶぞー。プト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 。あー楽しいね。茶色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 ピンク、茶色ピンク。もういつからタスクやってんすか。これ押さない方が良かったかな。とりあえずテラゾーさんが目の前で切ってました。サゲポヨさんがやってるのを見ました。おっせーなー夏目。
あれ、あれや。ごめん。ガチでごめん。なんでチャゲさんレポートをしたん？夏目タスク遅い。なんで？もう助けて負けるのは嫌だよ。ではみんな。ダメそうだなこれ。じゃあ投票します。ガチで遅すぎタスク。夏目は遊んでばっかりだったから。でも聞いてほしくて。ナイスファイト。ごめんね、夏目がちょっと遅くて。かわいらしい。しかも、夏目先生、そういえば、チャゲポヨさん怪しいって言ってて、タスクやってなかった時間が結局響いてるんじゃないですか。結局、チャゲポヨさんはインポスターじゃなかったですよね。どういうことなんですか。責任取れるんですか。チャゲポヨさん、白ですよ。ごめんよ。いっぱいいるごめんなさい。ガチで申し訳ない。もう夏目マシャカリさんのツイッターブロックします。もううざすぎる。なんでマシャさんだけ忖度すんだ。忖度マシャカリの声だけなんか似てないから。めちゃめちゃ似てるよ。似てればいいんだ。視聴者いつも似てたらいいんや。似てたら大丈夫。じゃあセンターさん絶対ブロックされないでしょ。いいの、うん。ちなみにタスクあと何個ぐらいあったんですか。あと1個でした。ほんまか。いやマジ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 これガチで。ガチでガチでガチで面白っ。しかもアシューさんじゃなかったし。確かにアシューさんでもチャゲポヨさんでもなかった。本当に何も当たってなかった。チャゲポヨさん申し訳ない。いやいやいや、本気で怪しんで、本気で怪しんで。僕は逆に夏目さんなんか同じ動きだ、なんか白っぽいと思ってる。俺も寺蔵さんもいるし、なんかああまあここで切るしはまあしないやろうなみたいな。俺もほぼチャゲポヨ夏目と同じ行動してたから、俺は怪しくなくてチャゲポヨさんだけ怪しいんだ。ニヤニヤと思って。寺蔵さんはシャワーのとこでタスクやってたじゃないですか。ピョンピョン、うんうん、やってないんだけど。チャゲポヨさんはえっインポスターだから僕。あそれ簡単に騙されてんのよ。騙されて。じゃあそろそろ次行ってもいいですか。はい、うん、諸説ある。諸説あるけどいいよ。クルーメイトを頑張っていきましょう。嘘